もスイング直さずに直せます。わかります？マイナス。今ので最大の距離を出せてるかどうかっていうのを今からデータを見ながら検証していきますので、また2球か3球ちょっと打ってみてください。どうぞどうぞ。いや、こっち向いて打つの超楽だよ、私。おお、いいでしょう。では、見ていきましょう、はい、まず、ヘッドスピード 36.8、はい、でこれ、女子プロの平均が38ぐらいなんですよ。8から9、平均ですよ。で30だから結構近いです。でキャリーの平均もだいたい190から200ぐらいなんですよ、うん、なんでまずヘッドスピードを上げれば、うん、ボールは自然と飛ぶようにはなるんですけれども、このヘッドスピードを最大に生かすために必要なデータ、はい、見るべきデータはこの入射角これがアタックアングルって言われているもの。もうドライバーの飛びで一番これを見ないといけないんですけれども、はい、これが今プラスなんですけども、最後どうだっけな、マイナスで出ることが多い。マイナスが多いです。そうそう、もうね、アスゴルって番組やってた時にダウンブローって言われて、はい、そうです。でこれもスイングを直さずに直せるんです、はい、まあこれ今プラス1だけど、これマイナス 1.9 とか、はい、マイナス1じゃないですか。だからマイナスなんですけど、基本多分マイナスだと思うんですよ。でこのマイナスを直すにはどうしたらいいかっていうと、これもスイング直さずに直せます。わかります？今回、はい、考えて考えます、はい、スイング直さずに。でも向きは向きです。スイングは直さないですよ。どこを直せばこの数字が直るか、これロジカル的な問題です。近いです。肩のライン、その動きが一番する時の自分のインパクトってどの動きの時ですか？その辺ですよね、はい、ってことはボールが前に行けば行くほどこの動きに近くなるので、はい、ボールはどこに置くべきでしょう？プラスにするには、うん、そっちです。あそれで数字変わりますから、ちょっと試してみてください、はい、ボールを左、そうです、こっちに置くんですけども、あくまでも自分の架空のいつも大体この辺にインパクトしてるのが動いただけなので、はい、ここにボールがあると思って引くんです。あ、いつもの位置にボールが、そうじゃないとここにあったら受けに行っちゃうんで、そうですそうです、ここにあると思って引きます。まだですね、まだ打ち行ってます。まだマイナスです、もっと極端にですね、はい、結局やっぱボールがあるからそこに行っちゃうんですね。そう、ボールに行かない、ここにある。もっとやったっていいですか？あ、じゃあ普通に構えましょう。普通に構えたらこうですね。なんでもうちょっとこっち、そう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 、それぐらいで今ドライバーがあるところにボールがあると思う、はい、ドライバーのところにボールがある、はい、で振るのはドラゴンボールは、まあ、ボールは見ててもいいですけど、うわー、おー、でもだいぶ頑張ってこの辺打とうって思ったんですけど、でいいですよ。今のでプラス 3.5 です。え、これどんだけプラスにならなきゃいけないんですか？ 3.5 ぐらいは理想です。これ理想です、飛ばすには。うーん、お、すごいな、この辺にあるよ。そう、そこのボールを、架空のボールを振ってください。マイナス 0.7。 やっぱすごいですね、マイナスにすぐいっちゃう。もっと右向いていいですか？もっと右向いていいですか？右向いて、イメージとしては今こう構えてるのに右向いて、ボールは左でこういう感じで打つ感じですね。こういう感じですか？そうそうするとアッパーになります。なんかこうやって打つとなんかダウンがあるイメージとしては、あの動きが自然にそうなるんで、多分こう、この辺です。いや、いいですよ。今のが多分理想です。で逆にボールを右にしてみてください。どれだけこの数字が変わるか。そう。まあ触れる範囲でいいですよ。自分が。こっちの方が正直やすい。
今マイナス6。わあすごい。だボール位置変えるだけで数字ってこれで変わるんです。スイング変えちゃいけない。これまた、あなるほどね。ちょっと分かったかもしれない。分かった。ちょっと分かった。今なんか自分がこっちに行ってマイナスの角度をねこの辺で感じれたから。そうそうそう、分かった。ちょっと待って。どうだろう。プラス1。おお、プラス、いいですよ。なんかちょっとね、マイナス。今ので？だから体がいってるボールに。まあ、あとはT高くすればすでにプラスになりますから。もっと打ちに行かないですもんね、T 高い方。そう。ちょっと打ちに行かないよ。打ちに行かない。そう、インパクトポイント。プラス。まあマイナス 0.1 なんで、まあほぼフラット。分かった。このようにボールの位置を変えるだけで変わりますね。そう、変わります。で、この入射角に対してもう一つ大事なのがダイナミックロフト、実際に当たった時のインパクトロフト、はい、これ今ドライバー何度使ってるんですか。 10.5 です。 10.5 ですけど 22.6 度で当たったんですね、最後のショットは。でその前は21度、その前は13、ここも安定してこないと。そうです、安定。でここはまあで右に、これは右に置いたやつだからマイナス3、はいはい、右に置けばフェース閉じますんで。え、じゃあ理想は 10.5 は 10.5 とか。理想はね、いやもうちょっとです。アッパーに打つので12ぐらいですかね。理想はここの数字が、ま、プラス2、ここが12ぐらい。そうすると弾道が高くなるんですよ。プラスアッパーですから、はい、ボール打ち出し角度高くなりますよね、はい、それに対して12度ぐらいで当たるとスピン量もそんなに多くならないんで、低スピン、低スピンで高弾道、高弾道飛ぶよ、はあ、だからヘッドスピードももちろん上げていきながら、はい、ここの数字を求めていくと多分平均でキャリー200は目指せると思いますよ。他の弾道測定器と違うのがここまで実測で取る。レーダー、あの軍事用ミサイルレーダーが入ってて、はい、こんな感じ。じゃあこれ今ビーッて、そうで通信するんです。そう通信するんです。で当たってから、ここまでの実測を元に当たってからは予測値で何ヤードこんなでしょう。なんでまあ精密というか正直実測。はい、はい、お疲れ様で、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。 どうでした、この曲がりと飛びのデータの使い方。つまり私はかなり損をしてる。そういうことです。そうですよね、はい、時間もお金も、はい、どっちもダメでしたよね。飛ぶ方じゃない。あ、そうですね、まずマイナスだし、ね、はい、向きも違う方向いちゃってるし。そういうことです。ね、9年間はちょっと、まあ、9年間かどうか分かんないですけどまあでもこれで自分のこう本当の、そうですよね、今まで何してきたかっていうのをこの短時間で分かったと。迷いがなくなりますよね。なくなります。フォルム上で、あの左向こうか右向こうとか迷って、ああじゃないこうじゃないって思うことが、それは意味がないとか無駄だから、そうです。もう自分のいつもの通り道を向いて、こっち見てこう、こっち見てこう。そう、でも正直コースでどうなってるか知りたくなったんですよ。あ、じゃあぜひ次回はコースに行って、はい、これ実践で、はい、じゃあ本当にそういうボールが出てるのかっていうか、ちょっとねモニターだとね、確かになんかこう自分の中でもまあまあ分かりますよって、レッスンもそうだけど、うんうんうん、まあ、コースに行って、じゃあどんだけこうキャリーが変わるとか弾道が上がるとか、そういうのをもうぜひ やりたいですね、はい、もうお願いします。ついてきてもらいます。はい、行きます。もうどこまでもついていくんでぜひ。すいません、わがままばっかり。いえいえいえ、あのこれを機にトラックマンを使って最速頃、この短期間でこれだけショットが安定しました。でも最終的にゴルフはパターって言われてるんで、あのでもトラックマン実はパターも今測定ができるので、はい、次回コースに行ったら、パター測定もできる。そうです、グリーン上でどれだけいい転がりをしてるのかっていう。パター好きなんですよ。ちょっと見ていただいて、パターもできますし、アプローチももちろん。あともういろんな選手のデータいっぱい持ってますんで、トラックマン、それとこうすり合わせながら理想のスイングではなくて理想の
ゲーム展開、うんはい、飛ばしていいスコアを出すのか曲げずにとかそういうのが多分できてくると思うので、ぜひこれからも頑張って、はい、頑張りましょう。頑張ります、はい、ちょっとデータに、ね、基づいてチーム作りしていきたいなと思います。データは大事です。以上です。以上です。ありがとうございました。